れがカサンドラ。ここにトキがいるのか。俺が先に行く。お前たちはここで待ってろ。わかりました。どうかお気をつけて。トキという男がここにいると聞いた。会わせてくれ。ああ、トキだ。会わせられるわけねえだろ。お前ここがどこだか分かってんのか。このカサンドラには面会も釈放も存在しねえ。あるのは永久に続く牢獄生活と死刑のみ。もう一度言う。時に合わせろ。てめえしつこいぞ。まあ何にせよお前は時とは会えねえ。どういうことだ。時って男を訪ねてくるやつはその場で殺せって命令なんだよ。時に会いてえなら死んであの世で会うことだな。ならば力ずくで通してもらおうか。北斗残骸剣。3秒後に貴様は死ぬ。ここに来たかは知らぬが、我々に盾ついた以上生きて帰れると思うなよ。俺は中にいる男に会いに来ただけだ。通してくれ。バカめ、通すわけがなかろう。ここは誰一人として生きては出られぬ完全無欠の監獄。それがカサンドラ伝説、このウイグル様の伝説だ。お前の屍もまた
俺の伝説の一部となるだろう。どうしてもここを通してはくれんようだな。このウイグルを恐れぬか。恐怖を知らぬ者に恐怖を教えてやるのが俺の楽しみ。行け、お前たち。カサンドラに挑んできた者は誰であろうと皆殺しだ。俺が来たからには勝ってましたっけ。殺してやる。私が相手をします。ほう、やるではないか。この不落のカサンドラに挑むだけのことはある。よかろう。中に進むがいい。貴様にはそれなりの死に場所を用意してやろう。見るがいい。周囲にある墓場を。ここはお前と同様、私に挑んできた奴らの墓場。そして今から貴様もその墓場の仲間に加えてやろう。あの世で己の無謀さを悔やむがいい。俺に無謀という言葉はない。それはまだ。貴様が恐怖というものを味わったことがないからだ。だがここで貴様は生まれて初めて恐怖というものを知ることになる。最後に貴様の名前を聞いておこう。墓標に名前は必要だからな。ケンシロウ。何？ケンシロウだと？あの北斗神拳の。ではまさかお前がここに来た目的は。時に会いに来た。なに？時だと？
許さん。貴様と時だけは合わせてはならんとあのお方の命令を受けている。これ以上は通さんぞ。そう無謀なる勇気は褒めてやる。かかってこい。来たか、ケンシロウ。トキ、兄さん。
待っていたぞ。痩せたな、トキ。だがまだ生きている。トキ、実は直してもらいたい男がいる。ある謎の憲法を受け苦しんでいる。謎の憲法？今そいつを連れてきている。時ならばその男を治すことができるかもしれない。力を貸してくれ。他でもないお前の頼みだ。よかろう。その男のもとへ案内しろ。Thank you.